開始した帝国海軍は始発はじめコロンボその他の要衝を爆撃、さらにベンガル湾上にインド洋艦隊主力を含めつ輝く戦果を収めました。重くうねる波を蹴立てインド洋の上に4月5日の暁が訪れた。帝国海軍航空部隊は陸路相含みまたも一大急襲作戦を展開すべく堂々の艦列を推し進めている。時はよし、イギリス特使クリップスがインド海中に強本の最中、目指すはセイロン島コロンボ、ペナンシンガポールを失い、アンダマン諸島モロクも我が海軍部隊の手に帰して、今はインド防衛すなわちイギリス防衛の第一線となったセイロン島へ。インド洋完全制圧の希望も高く、一機また一機母艦を離れて飛び立っていく。コロンボ上空に達するや我が一大編隊の群れは慌てて応戦の敵機57機をたちまちにして撃墜したのを手始めに、軍事施設武装商船を徹底的に爆砕、大戦果を挙げました。このコロンボ爆撃に呼応してベンガル湾に進んだ部隊は同方面航行中のイギリス武装商船を多数発見、逃げ惑ういとまも与えずこれを仕留めました。また一隻、この日ベンガル湾の収穫実に21隻約14万トンを撃沈、7隻約4万トンを大破。さらにまたセイロン島南方約300数十海里の洋上において、我が強襲に怯え高速を持って遁走中のイギリス航順ロンドン型一隻、コンウォール型一隻を発見。この貴重なる記録の示すごとく瞬時にして葬り去りました。勝っておごらず余裕しゃくしゃくたる海軍航空部隊は越えて4月9日再び海空一帯立体作戦の妙を極度に発揮しました。すなわちセイロン島の軍事的価値を一挙に粉砕し、残存するイギリスインド洋艦隊にとどめの一撃を与うべく、セイロン島東岸の軍港トリンコマリに海の表し退去殺到。敵はなすすべを知らず、火が戦力の相違はまざまざと現れ、
この日トリンコマリは軍事拠点としての能力を完全に喪失するに至りました。檻から敵航空母艦ハーミス号1万805リットンはトリンコマリ東南方洋上を駆逐艦一隻を従えて南に下る。願ってもない良い獲物、我が航空部隊は有役、戦いを挑めば必中の巨弾は瞬時にしてこれをインド洋深く沈め去りました。ハーミス号護衛の駆逐艦もまたあえなく撃沈。